あの中毎年夏になると父方の田舎に帰っていた田舎はいわゆる島でほとんどの人が漁師や海苔作りで生計を立てている漁師町だった父の実家は山にも近くて よくいとこたちと山に登ったり、海で泳いだり、山の手前部分に川が流れていて、ちょうど川と海の混じる河口みたいなところになってて、そこにカニがいてよく取りに行ったりしていた。その日はお盆で、お盆に泳ぐとサメが出るから絶対に泳ぐな、という言い伝えから、 海へ行くのを禁止されたので、仕方なくいとこと二人でカニを取りに行った。カニ取りに行く途中、川を渡るんだが、その橋の途中でいとこが下を覗き込み、兄ちゃん、あっこに人がおる、と呼び止められた。 カニがたくさん取れる場所の橋の下に先に人がいたのかと思って覗き込んだが誰もいない。誰もいないだろう。と言うと違う、川の中見てみ、女の人。というので川の中を見ると確かに髪の長い女の人が 横向いたまま、ゆっくりとうねるように、川上の方に流れているのが見える。え、なんで逆に流れてんだと思った途端、その女の人が、川の中でぐるんとひっくり返り、こっちを見た。目が合った、と思った瞬間、はっ 声を上げ、俺は尻もちついて怖くて目を閉じた。しばらくして目を開けると、いとこはじっと川の方を覗き込んでいた。いとこは全く怖がる様子もなく、俺がズボンの裾を引っ張ると、なあ、兄ちゃん。 あれ、綺麗な人やったな人魚かなそれとも、川の女神様かなと、のんきに言った。でも、俺には、すごく、まがまがしいものにしか思えなかった。女の人の服は、全く覚えておらず、うねる長い髪と、細い体と、 こっちを睨みつけた時のものすごい凶悪な顔しか覚えていない。でも、いとこにはそれが神々しく見えたらしい。同じものが見えたのか、違うものが見えたのか、それとも受け止め方が違うだけなのか、よくわからない。 余談だけど、このいとこ、この二年後に、海の事故で死んだ。これも、あの女性と関係あるのかどうかは不明。でも俺は、それ以降、一度も泳いでいない。 会談朗読イベント開催決定6月は横浜7月は大阪でごま団子が生朗読します詳細は概要欄へ見せたくない写真うちは田舎のある村でほんの数年前まで商店をやっていた。 何代か続いたお店だったがスーパーの影響で閉店に追い込まれ父が最後の店主だった父の先代は A さんという A さんは若くして店を継ぎ嫁さんをもらったその嫁さんが俺の祖母だ でも A さんは祖父ではない A さんは祖母と結婚した後、間もなくして亡くなってしまった祖母は店の跡取りを作るため婿を取ったのであるこの婿殿が俺の祖父つまりうちは A さんのせいこそ名乗っているものの A さんの血を引く人間は誰もいないのである祖父は一家揃って満州にいたらしいで戦争に負けて祖父だけが帰ってきた身寄りのない祖父は喜んで婿に来たという時は流れ 俺が中学生の時のこと。満州で離れ離れになり、生死もわからなかった祖父の弟が見つかった。いわゆる中国残留日本人というやつ。ただ残念ながらすでに亡くなっていて、遺品などから身元が判明したそうだ。 弟さんには息子がいて、その息子さんが来日することになったのである。来日直前、息子さんからの手紙で我が家は大騒動となった。何でも祖父の弟さんは遺言い込んで、兄の行方がわかり、もし日本にいるか、 日本で埋葬されているなら自分の骨を持って行って日本に埋めてほしいと言っていたらしいそのため息子さんは来日の時に骨を持ってくるという婿に来る前の祖父の家の墓はすでにどこにあるかもわからないとなると うちの墓に入れることになるわけだが墓に入っているのは A さんと A さんのご先祖様果たしてそこに血のつながりもなければ A さんたちが会ったこともない人の骨を入れてもいいものだろうか両親や祖母おじやおばたちは一様に困り答えを出しかねていた。 反対というわけではないが、どうなのだろうか。まして、性も違うわけだし。うちの墓の近くに新しいお墓を買って、そこに入ってもらおう。ということで決まりかけた瞬間、祖父が猛反対した。わしは向こうに来たから、うちの墓に入る。 となると、死んでからも弟とは離れ離れじゃないか。弟を未来永劫一人ぼっちにするのか頼むから、弟もうちの墓に入れてやってくれ。この一言で、うちの墓に入れることが決まった。お寺さんに相談したら、それほど問題はないんじゃないか。 という答えだったのも決定を後押ししたその後弟さんの息子が来日し村を挙げての歓迎式典納骨が無事に終わった息子さんはその後一1週間以上日本に滞在し俺も行ったことがなかったディズニーランドにも行ったそうだ 息子さんが帰国して数日経った頃祖父が写真を送ってやりたいと言い出した式典や納骨の時に役所の人がいいカメラで写真を撮っていてくれたのだがなかなかその写真を持ってこない役所の人と父は釣り仲間なので父が 写真がどうなっているのか問いただした。すると、よく撮れませんでした。とか、いい写真がない。などとはぐらかして、なかなか写真を見せようとしない。じいさんが楽しみにしてるんだから、いいから見せてくれよ。と、父が怒って、 やっと見せてくれることになった。その場所はなぜかお寺。お坊さんが大層の箱に入れた写真を見せてくれたそうだ。何十枚とある写真のうちの一つ。お墓の前で全員集合した写真を見て父は 気を失いそうになったという。喪服を着た親族が並んでいるのだが、なぜか顔だけがぐにゃぐにゃになっている。服や背景は普通に映ってんのになぜか顔だけがぐにゃぐにゃ。しかも全員。 だから見せたくなかったんだよ。と、役場の人はため息まじりに行ったそうだ。お坊さんが、この写真はおじいさんに見せない方がいいでしょう。こちらで丁重に扱いますから。とのことだったので、その写真はお坊さんに預け、残りの写真はもらってきた。 俺も見たかったが、お坊さんは、もう焼いてしまったよ。と言って、絶対に見せてくれなかった。祖母にこのことを伝えたら、このままだと絶対に良くないことが起こる。と言い出したので、祖父には内緒で弟さんの骨を墓から出し、 新たに墓を購入して移した。去年祖父が亡くなったので親族一同散々悩んだ末祖父の骨はうちの墓ではなく弟さんと一緒の墓に入れた祖母はまだ健在祖母に A さんが眠る墓と祖父が眠る墓。死んだらどっちに出てほしいと聞いたら自分のことはすっかり忘れていたようで本気で悩んでいた。俺もいずれどっちかの墓に入るわけだがどっちに入ったらいいんだろう。みんなで新しい墓に入ったらやがてうちの子孫は A さんの墓のことを忘れてしまうような気がして不安だ「温堂様。 小さい頃、曾祖,祖母の住んでる家に連れて行ってもらった。大人たちはいろいろ話があるようで、部屋から追い出された私は家を探検していたんだ。その家は何しろ広かったし、古くて壺とかもあったから探検ごっこだけで十分楽しめる。そんなわけで、 家の中を走り回っていたら、ある部屋で曹祖,祖母と鉢合わせた。そしたら、優しい感じだった曹祖,祖母が、強い調子で、こっちへ来なさい、って言うんだ。ドタバタしていたから怒られるんだ、と思って、その場でうじうじする私に、 曹祖母はしびれを切らしたのか、こちらまで来て手を引いて歩き出した。ここからが少し変で、子供の私の体感でもすごく長い時間、襖を開けて次の部屋へ、というのを繰り返して進む。今考えると、 広いって言ってもそこまでではないだろうってくらい何個も部屋を通り抜けたもう嫌だなと思い始めたくらいで部屋は行き止まり日が差し込んで明るかった記憶があるからその部屋は多分周りが障子だったんだと思う 茶室みたいな感じの小さな部屋で掛け軸があって、茶室で言うと生け花が置かれてるはずのところには紫色の着物か布かが置いてあった。そう祖母が、ここに座っときなさい、と言うから私はおとなしく部屋の隅に座った。 祖,祖母はだんまりで私を見てて怖かったんだけどその部屋は小さいからか知らないけどすごく安心感があったでだんだん眠たくなってきてうつらうつらしてしまったんだ「っ」<laughs> と目を覚ますと曽祖,祖母が置いてあった布を持ってごそごそしてる。 何してるのと聞くと、曹祖母は、私に着せる着物が、みたいな方言きつくて何言ってるのかわからなかったけど、そうやって答えて私を見た。そうして、はっきりと、温堂様がいらっしゃるから、ここにいるだろう、と、ここに居続けられるのが、 当然みたいな口調で聞かれた。勘が働いたのかもしれない。なんでかわからないけど、私はおはぎを食べる約束したから戻ると答えた。答えたっていうより、とっさに口から出た感じ。 実は、おはぎは前日に、曹祖母と作って食べてしまってるから、全くの嘘なんだけど、嘘をつこうとして言ったわけじゃなかったんだ。でも、曹祖母は、なら仕方ないねえ。みたいなことを言って、私の手を引いて、襖を開けて、その部屋の外へ出た。そしたら、 全然知らないところにいる。後ろを振り向いてもそもそも襖まとかないし、何より手を引いていたはずの祖祖母がいない。結果的にそこは祖祖母宅の裏山に面したお寺の中だったんだけど、怖くてギャンギャン泣いていたらお坊さんが気づいてくれた。 田舎だから名前言ったらすぐに、ああ、あそこの家に遊びに来てる子か。という感じで私のことが分かったみたいで、家に連絡が行ってことなきを得た。私は一人で、しかも裸足で外に出た。ってことで、両親にすごく怒られたんだけど、 私からしてみれば、うんって感じ。事情を説明しても言い訳すんなって感じだったし、曹祖母がって言っても、曹祖,祖母はずっと私たちといたから、と祖母に笑われる始末。私は不満だらけだし、わけわからんしで、ずっと不機嫌だったけど、 その後は何事もなく、数日を過ごして家に帰った。大きくなったら曹祖,祖母に真相を尋ねようと思っていたけど、その後すぐに亡くなってしまって、結局何が起こったのか。私の手を引いた曹祖,祖母は、本当に曹祖,祖母だったのか。温道様。 とは一体何だったのか全部わからずじまいだったその家を取り壊すことが決まって親戚が集まった時にこのことが話題に上がったので記念に書いてみました どうもみなさん、こんばんは、ごま団子です、えー。今回は田舎に関するお話を3つ読ませていただきました。うん、どの話も怖かったですね。3つ目のお話ね、お藤様ってあの言ってましたけども、で、これお堂じゃないかなと思いましたね。うん、多分聞いてる皆さんもそう思ったんじゃないかなと思うんですけど、しかもあの、 見つかったのが、その、お寺だったということで、えー、完璧、その、お堂だったのかなって思ったんですけども、でもなんでそこに連れ去られたのかっていうのがわかんないですよね。なんでなんだろうね。うん、で、一体それは誰が連れす、連れて行ったのかっていうところですよね。しかもなんかその、着物みたいのを着させようとしていたっていうので、それ着ていたら、なんかね、生贄にえみたいな感じになってたのかね。 わかんないけど。うーん、なんかあの、人為的じゃない神隠しって、こうやって起きんのかなって思いましたね、やっぱり。うん、お話読ませていただいてて。危なかったですね、本当に。うん。しかもドラクエの呪文で言うさ、模写数かけた状態でさ、あの、誰かにその成り代わって、この、そのね、その筆者さんをこう連れて行っていたわけでしょ それもなんかね、ちょっと怖いよね。うん。なんかその、そこでちょっと安心感を持たせるというか、で本当の姿を出さないことで、えー、連れて行きやすくなりそうみたいな。まあそういった意志みたいなのもね、感じましたから読ませていただいてて。うん。だからやっぱりちょっと悪意があって連れて行こうとしたのかなって、僕の中では、まあ思う、結果的には思いましたね。うん。 あとね、まあ、川の話ですよね。これもまた怖かったですね。この、ある人にはこう綺麗に見えて、で、で、またある人にはすんごい凶悪な人に見えるっていう、あの、そういうパターンのお話ありますよね。で、まさにこれもその、そういうお話で、で、綺麗にすごい見えた、その、いとこ。 が、え、連れて行かれてしまったっていう話でしたね。うん。どっちかっていうと、その凶悪な感じに見えた方が、あの、感じに見ちゃった方が、連れて行かれるっていうお話の方がなんかこう、多いような気がするんですけども、今回は逆のパターンだったのかな。何なんだろうね、その能力というか。 その幽霊の能力すごいよね。だって、ね、自分がもし使えたらさ、そういうのさ、もう完璧、あの、なんか、他の人には、えー、めっちゃその、もうすごい身長高くてイケメンに見させたいみたいな。うん、他の人にはそう見えて、で、自分には、まあ普通の素の自分が見えるみたいなね。いう、そういうフィルター能力というのかな。 まあ、羨ましくもありますね、そういうのね。いいなと思いますね。今回のお話で実際にそういうので、あの、人が亡くなってらっしゃるので、まあ、あまりいいなっていうのもあれなんですけども、まあ、毎回こういうお話を読ませていただくたんびに、うん、まあ、そうやって人に危害を加えるのはダメだけど、絶対にダメだけど、その、危害を加えなくて、その、フィルターをかけられる能力っていうのは欲しいなっていうのは思いましたね。 うん、はい、えー、ということで、えー、今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございましたはい、えー、といとうことで、えー、今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 この動画が少しでもいいと思った方はぜひ評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。えー、そして僕のこの動画の概要欄にはですね、今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、えー、そして僕の LINE、TikTok、インスタ、ツ Twitter、StandFM の URL、StandFM ね、あのラジオが聴けるアプリとなっているんですけども、 えー、本当にあの YouTube とかではあまり話さない話題とかそういうのを話してるんでよかったら聞いてみてください、はいえー、そして今年の夏に行われる、えー、怪談朗読イベントの、えー、概要とそして、えー、応募 URL も概要欄に記載してありますのでよかったらぜひチェックしてみてください、はい、ではまた次の,のお話で <laughs> お会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい